はい今回は Z 界の共通テストパックの漢文を中心に解説しますそしてちょっと最後にですね古文のここについても触れたいなと思っておりますじゃあまず漢文ですけれども漢文はですねどういうものかっていうとまず得点源になりますで得点源になるのと同時にしっかりと対策をしたら10分程度で解くことができますだから時間短縮にもなるし得点源にもなると かなり密度が濃いものになります。なので、直前期にしっかりと対策をするのであれば、漢文はぜひですね、ま、できれば、えー、3、4時間ぐらい取って、最後の復習をしてほしいなと思います。じゃあ今回、まあ、どういう感じで読んでいくかって感じなんですけれども、まずもう早速やっていきましょう。えっと、僕だったらまずどこを見るかっていうと、ここですね。はい。漢ピシと外資雑説。 で天使がそのくらいを自身の子孫ではなくて有徳な他者に譲る禅嬢という理想的な行為について書かれてますよと。はい、で基本的に2つまあ協定はね文章がありますけれどもそもそもやっぱ大事なのはようやくですね実際この文章は何を言ってるのかっていうこととあとは対比ですね正直この2つです。実際に文章1文章2で まあ同じようなことを言ってるように見せかけて、実際にはまあ違うものがあると。じゃあ、どこが違うのか。どこが同じでどこが違うのかっていうところを考えなきゃいけないっていうところです。その問題っていうのが、ここですね。最後に出てくるということですね。で、これはあ,のあんま見ない方がいいと思います。はい。じゃあ、まず最初にやっていくんですけれども、僕はプラス最初にですね、問題を見ます。 でまあ、正直知識でね解けるものっていうのはありますこれ例えば何々といえども何々といえどもとありますからまあ2かなとでこれやめるまあ断るやめるまあいろいろ意味ありますからここはまだ文脈判断で説明これはまだ分かんないですよとで帰りでの付け方はいこれも後でやりましょうでここは文脈判断そして書き下しこれはですね先にやっ,といや,やっといてというか考えてもいいかもしれないです なんでかっていうと書き下し文っていうのは別に文脈判断に100%寄るってわけじゃなくて書き下しを見た上でこれ違うなっていうのは小規模でできます例えば今回今まさにはいこれは再読文字ですねまさにんとすっていうことですからべしかこの辺は違うなと一気に絞れるわけですねこういう問題一にも混ざってますから先に絞っておきましょうであと何が違うかっていうと主語ですかね ここら辺が違うのと、あとはまあいくつか違うんですけど、ここは文脈で、ね、えー、判断しましょうと。と先に絞っておきます。で、ここはえ虚、ー、がはい、えー、後から行きましょう。はい。ていところですかね。じゃあもうこの辺を。まあ30秒1分ぐらいで確認して早速読んでいきます。で、あの基本的に何度も言います。けれどもようやくですあの具体的なところを知るんじゃなくて、この人が何言いたいかっていうのを。 考えましょう具体例だったらその具体例は何を意味しているのかはい「行の天下に大たりや」はい「行って誰ですか理想的な帝王ですよ」と「はい、えー、理想的な帝王は」はえー、っとこの辺はですねもうここ書いてますけども「質素」ってことですかねはい「いろいろなことがありますよと」とはいえー、っとこの辺かなり具体例ですね、はい、具体例はい「ざーっと見ると質素な食べ物ですよ」はい この辺の、えー、着物ですよと削る揃えてないとはいっていうところを書いてますで、えー、関門の服用関門って何かって言ったら門番の服用といえどもと言っても、えー、これまあこれにかこれよりかまあいくつかねこの置いてってありますけれどもこれお生地ちなみにこのお生地がね結構大事になってきますから 例えばこれは場所も意味しますしあとは比較を意味しますよね。何々より。例えばこれにおいてかこれより、えー、まあ書か、えー、書かないですよと。はい。で、この辺でね、えー、一旦切れますよと。で、うの天下に大ったりやまたここと似てますよね。ここも漢文はよくありますけれど対比ですよと。ここが行の王に対してそしてここがうの王に対してまた書いてますよと。 この辺はえー、で桃は発なくなんとかをこの辺もえー、と好きだとか痩せて、えー、スネげには生えませんよと休まる暇のない様ですよと休まる暇がないんだなとで、えー、ここね見,、ま、見つけましたかねこことここまた同じはいえー、何々といえどもこれより苦しからず 苦しくはないではい大事なのは漢文において大事なのはまとめです実はまとめってもう分かるところに書いていてえこれを持って、えー、これを言えば、まあ、まとめるとみたいな感じですねあとここ「はい、その」ってありますけどもそもそもみたいなねそもそもみたいな意味になりますつまり具体例があって具体例があってあ結局ここでまとめてるんだと、はい、こっから大事ですこの、まあ古の えー、天使を譲る者は天使を譲る者は、まあ、前乗ですね前乗するものっていうのはこれ何何々去りて何々て離れるとはいつまり、えーまあ、天使っていうのはこの2人ですけれどもこの2人は質素だったんですね質素だとかかなり働いてるよとでそういう働いてるものが、えーまあ、譲るってことはつまり、えー、まあ、そうですね 質素なものから離れるんじゃないかなと、あ,あいうざっくりな感じはつか、えー、めますね。イニシエは、えー、天使を伝うるも王子とするに足らざる <laughs> なり。えー、今の権例ははい今の権例ってありますね。県長官。でここも結構大事なのはずっとイニシエはとかコアみたいなの書いてますけれども、今の権例って急に出てくるんですね。でこれももしかしたら対比なんじゃないかなって思う。 である日一日、えー、未死するも子孫血合、えー、す血ガって何ですかえー、後期の身分ですよとつまり質素と逆ですよね、はい、もうこれも全くの対比です、はい、つまり今の権例は例えば死んだとしても後期の身分になりますよとゆえ、はい、に大事まとめまたまとめ、えー、人これを重んず重、はい、んじますよとでここを持って、はい 人の譲りにおけるは、いにしえー、の天使をやめるのを軽んじ、えー、今の権霊を去るを難しくするものは、えー、白鵬の実ことなればなり。はいまあ、ここではまとめがありますよと。で、やっぱりこれね、要約っていうところと、あとは対比。まあ、正直、漢文はこの2つで、えー、ほとんどいけます。 今回何が対比だったのかっていうといにしえっていうのは、えーまあ、質素な生活を天使が、まあ、送ってますよとそれを譲られるっていうのに対して今の県令は、まあ、譲られてもこう後期の身分になりますよと、はいでえー、あとはこの「カロンジとかね「難しくし」とするっていうのもここも対比だと思ってくださいカロンジがちょっと分かんないなと思ったら「今の県令を去る」を「難し」「かたし」まあ「どうする」 つまり今の権例をやめるっていうのはまあ難しいんですよと。逆に一方で、まあ、このね、イニシエの天使をやめるのは、まあ、例えば簡単、イージーなんですかね。みたいな形で捉えてもいいのかもしれないです。はい。じゃあなんでイニシエの天使がやめるの簡単で、今の権例がやめるの難しいとするかっていうと、まあ、薄いのと厚いの実。 異ななればなりとつまりまあ質素なのかえー、まあ好奇なのかっていうところなのかなということが判断できますよと。でこの時点でもう解けるものを解きましょうか、はい、まずこれは何々であってもはい何々といえどもですねあとはこれやめるまあいくつか意味ありますけれども、まあ、ここもやっぱり猿るってこととね、えー、もう対比のようなものですから対比というか、えー、まあ同じような意味での このカロン字と難しくとするだけが違うってことなので、まあやめるなのかなと思います。あとははい、ここ行きましょう。えまあこれも、え現代文と同じで、これってありますよね。あとは、まあ前置詞。ここ置き字。これが、これにおいてならこれよりなのかってことですけれども、まず、えこれっていうのは何かっていうと、えっとですね。 このまず行の話が書いていて質素ですよと。関門の服用といえどもこれより書かず。はい。つまりこれっていうのは、まあ、行のことかなと思います。はい。えー、つまり行の、えー、そうですね。はい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 。えー、っと門番の生活が質素なんじゃなくて。 行の応急での生活は門番よりも質素ですよと。それ結構これ大事なのが、この置いてっていうのが、比較の意味を表しますよと。これぜひ、あの、名説漢文なのか、皆さんが持っている、まあ、あの、漢文の辞書的なものですね。ええそこをちょっと見直してみてください。意外とこういうお記事。皆さんね、お記事ってもただ読まない。 しか覚えてないかもしれないですけれどもイメージは全知詞のような、ね、働き方もしますよとはいもちろんあのおいてが必ず比較ってわけではないんですけれども場所を意味しますはいあとは、えーまあ、おいての意味がね関係ないですよね、はい、させられたとも書いてないですし本番に至るまで、えー、死すで全ての人がっていうわけでもないとはいっていうことですねはいじゃあ次、えー、帰り手 これ結構僕大事だと思うのはえっとまあ動詞ですねこれが V これが O でこれに関してえ自ら自ら自らみやみやってありますけれどもこれの主語を考えましょうと結構漢文は困ったら SVOC で考えることが多くて「う」の「う」っていうものが 例えば美和じゃなくて自ら雷想を取って雷想って何だったかっていうと好きですね好きを取ってつまり天使なのに自分から自らっていうところはあってそうだとここが S 天使があってうっていうのがあって自ら好きを取ってつまり好きを取るだけでもこんなんじゃないですねはいってことはもうここで25に絞れるわけで あと、思え,えらく民のえ民の先なりと、思えらく民の先なりと、こんなすぐ読みますか思えらく民の先なりと。かこっちは何かっていうと、持ってえ民の先となり、つまりえ民衆の先、つまり、まあ、理想的などうですかね、形なのか、えーまあ、民をこう、まあ、先導する、ね、ようなものなのかなと,というところでもちろんここね、思えらくって、 あのまあ何のね12点もなくって読めるかもしれないんですけれどもじゃあ文脈判断も一応確認しましょうとはい自ら隙を取ってまあ民の先をね持って民の先となりあとはその次まだまだありますね実際まあかなり働きましたよとはい書いてますってことはまあ確かに民の先となりっていうところであってそうだなと思いますまあ,あと「民の先なりと」って書いてますけれどもこのあと文章続きますよね ため分先と、なり。あとはさらに文章続くってことは、なりととか、あとは、もってすとかは違うなと。結構いろんな観点で、あの、削除ね、消去できますから、まあ、こういう感覚も持っておいてください。はい、次、4番。え入る組み合わせですけれども、これは確か、えーっとですね。はいはいはい。えーっと、 はい、ここまとめですねまとめっていうのが「はいにしえの天守を譲るものはこれ」何、えー、何々ををりて、えー、何を離れると、うん、でここで、まあ、出たのがまあ一旦大事なのは大事なのはここまでの話ね。ここまでの話、ね、よくあの x と y にこっちからの話を書く人もいるんですけれども一旦これまとめなのでここまでの話で出てきたものが来るんじゃないかなと。 でもっと言うと、まあ、名詞がね、えー、名詞というかが来そうな感じしますけれども、えー、見てみると、えー、行の点かうの点かあとはこの辺は、えー、行の質素系う、えー、の質素系あとは、えー、行とうのまあうん質素ってわけじゃないかもしれないですまあ質素に近いものですねこういうものですよと。 あと、えー、これは今の件でで、まあ、あんま関係ないですねここまででいくと、まあ、行う行行ううそして、えーまあ、行うみたいなところですけれどもじゃあ今回何々されて、まあ、まとめですからずっと行行ううってわけではなさそうですよねでかつできるだけ質素なものが入るだってそうですねいにしえの、まあ、テンションを譲るテンション離れるってことはその質素から離れる。 こういうね、ものから離れるってことなので、X と Y っていうのは、えー、4番なるのかなと思います。ただ結構、この具体例が何を意味してるのかね、さっき行、行、うーとか言いましたけれども、そういう観点で考えるのも大事かなと思います。で、えー、次。はい、文章に行きましょう。これは、えー、サクッと言いますね。外資曰く。はい。行、天下を治ることを久しくして冒険し、冒険、はい、年寄り疲れましたと。で、共有 えね、伝説的な「忍者」と書いてますね。えー「共有を呼びて譲る」はい。仮、えー、に見て、えー、いいていわく。いいってわくってことは、これ、行が言ってるんですね。行が言ってますよと。あと、共有がそれを聞いて何か言ってると。まず、この、えー、漢文においてもね、主語っていうのは、えー、大事ですよと。行が何か言ってます。我、天下の富を集めて天下のお木をお贈ることを親しくして、まあ、飽きましたと。 今まさに、えー、今まさに最読文字があってあげん何時に授けるってことですかね何時、えー、その私の報酬を受けますかということですかねちょっとざっくり訳してみましたけどちゃんと訳すとどうですかまあもうここで行はと距離はですからもうここですね主語で分かりました 今まさに上げて持って何時に預け、授けんとする。何時それ、我の方を送るかと。はい。尋ねていますね。はい。これは大事です。全ての権限を共有に譲り渡そうとし、共有が受けるか否かを尋ねていますよと。はい。なんで、ここまではできれば、えー、まあ、サクサク進んでほしいと思います。で、あと、共有がこのように答えた理由ですね。先に見ておきましょう。共有が答えた理由。 じゃあ何,何かっていうとここですね恐竜は鏡見て笑いって言わ、はいわく笑ってます何,何か起きそうですよね笑ってますよとはいこの「風紀のごとき」は「風紀のごとき」はいこの辺とかこの辺ね天下の木変化の風のようなものは私は未まだまだ花々しくは惜しまざる惜しむっていうのはもうここと同じですね まあ惜しんだりまだしませんんよと惜ししだりしないってことはえまだ別にそんなにいりませんってことじゃないですか惜しまないめっちゃ惜しんでますとかじゃなくて惜しまないまだまだ惜しまないってことは正直いらないってことですねざっくり言うとじゃあこのこれもあの現代文とある指示語がありますからこの辺から来てますよと。 天下の富天下の木っていうのを私はそんなに惜しんでませんよと。っていうのを見た上ではいここまず絞れるのは「久しく悪」とかじゃないですね。はい「天下の富は」はここはまだ大丈夫です。あとは、えー、絞りましょう。「有」が休みなく働いたことにもたらされたものなのでこれはだからこの因果が違うっていうパターンよくありますよね。うんこれは書いてないです。 えー、県令の暮らしに比べれば質素であり、テンション、え、県令リーダーを六だから。えー、っと、共有が県令って書いてないですよね。これ結構あります。で、行が言うなんとかは、え、ひ、非常に質素なもの。まあ、文書ね、一と同じ質素なものである上に、重い責務を引き受けることになるため、譲り受けても今日に至得にならないから。あのー、一番抽象的なの、わかります。その、間違いがなさそうな形なの。 例えば、県令でいた方が楽とか、何々されたもので、持たされたものなのでとか、こういうね、ちょっと書いてないっていうか、っていうところが引っ掛けポイントですけれども、やっぱり正解の選択肢っていうのは、失踪ですよ。これも合ってます。重い責務を引き受けることになる。これも合ってる。譲る受けても、に本的に得にならない。だから、えっ、ー、と、惜しまないっていことですね。3番。はい。ってなりました。じゃあ、ラスト。えー、こっち。ですけれども、えー、文章1と文章2の内容。 まず、えっ、ー、と、改めてちょっと要約をしてみると、えー、文章1っていうのは、まあ、いのものっていうのと、えー、今のものっていうのを、まあ、比較してますよと。うん。で、えー、まあ、いのものっていうのは、ざっくり言えば質素なもので、え今の県例っていうのは、まあ、後期のものですよと。で、えー、っと、これがじゃあ、例えば、今の県例が悪くて、昔がいいとかは書いてないですね。まあ、一応、比較してるだけっていう形ですよと。 で、あと、こっちに関しては、虚、ま、偽、あのものですね。行が、えー、ね、あ、えー、の、授けますよと譲りますよって言ったら、まあ、断ったようなものですよと。はい。それを、まず確認した上で見てみましょう。はい。1、文章1では、歴史経緯について説明するのに対して、印象的なものです、ね。えー、っと、これ、あの、理想的なって書いてますけれども、ここは言ってないですね。前条が古代、前条が素晴らしいと書いてないですょ。もっと言うと、ね、虚偽断ってますから、 これ違います。で、えー、ここも違いますね。はい。えー、っと、理想的な習慣と見なすってわけじゃないです。ただ比較してるので、実はあんまりこう理想的だとは言ってないんですよね。で、文章1、古代には高血の鍋、唐首で、はい、ここも、これも言い過ぎです。だただ比較しただけなんですよ。権利が悪いとは全く書いてないと。うん、あとはまあ裏の顔。うん、どうですかね。はい、これもよくわかんないです。 4番。ええー、はい。比較した。これも OK ですね。比べたッケー比べた上で、何を踏んで前兆が必ずしも、現代にふさわしい習慣がなくなったことは皮肉を込めて書いて文書2では、現代にふさわしい習慣がなくなったことって書いてますけど、えー、っと、まあ、行の時って、まずそもそも現代にふさわしいってわけではないですし、ま、虚偽が断ったっていうのが、これを意味してるかどうかはまだ不明ですね。5番。 どちらも理想的な根拠や考え方に対して慎重を期する。ああ、なんかすごい、あの、そうです。三角というか、別に罰じゃないですよね。はい。慎長を期すりますよと。で、譲る側の視点から。譲る側っていうのは、そうですね。行とかうの視点から。っていうのと、連情を受ける側、虚偽の視点から。確かにこれはあってそうですね。つまり、同じ。だから、これ結構大事なのが、どちらも同じですよねっていうのと、 ただ何が違うかっていうとそういうやっぱりこの漢文まあ共通テストって同じえーねテーマのものでも2つを設けることで何が同じで何が違うのかっていうところを考えなきゃいけないっていうものでしたあとまあ最後にですねちょっと古文も触れようと思っていて古文もしあの復習するんならこの辺はあのしっかり精読というか復習した方がいいと思いますよ 例えばこれって、えー、正直絞れるものは、単語で絞れるものはあって、やがて、はい、やがてきちゅうそのまますぐ死んだですから、すぐさは即座に。もう一旦ここで絞れたりしますよね。あとは金森に質問するのか、金森からされたのか、尋ねらるる。って書いてますから、まあ、ルルがね、えー、らるか、尋ねる、尋ねらる。まあ、そういうものが、えー、受け身なのか、尊敬なのかっていうところは、えー、考えなきゃいけない。 でこれ確か読んでみると、えー、金森に、S、即座に尋ねられたので申していわくというところですから、まぁ、あ、えー、と、1ですかね。はい。えー、で、有衣繁に、あの、これはね、結構、有意識に不吉にですから、これ選びたくなるんですけれども、これはぜひ読んでみてください。あの、これ、すごいいい問題です。 あのー、この辺ね十僕までに有識に入れさせ入れ立てさせるけるにはい言うたらこれは白川の席を通るときにまあ服装ね考ええー、まあ、えー、いいものにしたの悪いものにしたのまずマイナスなのかプラスなのか有識にって不吉なって意味はあれば立派なって意味ありますからプラスなのかマイナスかを考えるただここでは判断できないですねでそのあと これに対してこれに対してねえまあ一緒に付き添いするものがこれは何のためですかと尋ねければいかにというさばかり名高き,ななき白河の関は見苦しげにはいかで通るべきつまり見苦しいような姿では通れませんよって言ってることはこれ対比になってるのわかりますこれも漢文にちょっと似てますけれども実際文脈判断とか予測って言われるのはもうほぼ対比です。 見苦しげはできないってことは言うしげっていうのはある程度プラスつまり立派な服装でっていうところですよねそれ理解したら実はこれが正解になりますよとあと書籠これは単語っていうよりは別にここで意味が分かるわけじゃないこれも文脈判断ですけれどもこれ近く見てみると書籠の言葉は全く言わないでって書いてますちょっとこの辺から読んでいきましょうか はい、この人が、えーこの人ははい、10秒に沈みてハベると聞いて常よりも、えー、取りついつもより取り繕い華やかに入れ立ちって出て彼の宿所に、えー「行き向かいけるに、えー、大納言書籠のこと書籠、はい、のこと書籠のことを弔いに来たらん」と思い、はい、もうここで書籠のことって言ったらおそらく10秒のことなのかなを弔いに来ましたよと,と思いて寝ながら「どうですか?」と言って。 けれども言ったまあ、ければので、えー、ところ言ったところ書籠のことを全く言わないでどこどこと書いてますよとはいこうですねえー、という形ですじゃあ書籠のことって何かっていうとまあこの辺で見舞いとか選びたがる気持ちもわかるんですけれども,もうこれは単純にもう論理的に、えー、書いたというところです なんで結構古文って大事なのはこの問い字がねしっかり合うかどうかっていうのも精読だったり対比だったりもちろん単語、まあ、いろんなね形で問われますのでぜひ練習してみてくださいはいということで今回ちょっと古文噛むかなり深くやりましたけれども、まあ、ぜひこういうね手元の解き方っていうのを見た上で、えー、しっかりと直前期復習してみてくださいはいということでお疲れ様でした